それではあの皆さん改めましてこんばんはお忙しい中ですねまたお疲れのところお集まりをいただきましてありがとうございますただいまより小西タウンミーティングを開催させていただきます私は本日司会を務めます小西市市民安全部長の小林と申しますよろしくお願いいたします本日のタウンミーティングは市長が市民の皆様と膝を付け合わせながら対話をする中で 市政や地域における現状と課題、それに対する考えやアイデアを共有することを目的に開催させていただくものでございます。今回は、未来の子どもたちが住みたい、住み続けたいと思う子妻市にするためには、というテーマで意見交換をしたいと思います。ぜひ前向きで未来の子妻をイメージした意見交換会をお願いしたいと思います。 それでは開会にあたりまして国西市長影山武氏よりご挨拶申し上げます。はい、それでは改めましてこんばんは、国、え、西、ー、市長の影山武氏です。あの2月も半ばを過ぎてですね、まあ。 お寒い中というか暖冬と言われてはおりますけれども平日の夜にですねあのご参加をいただきましてありがとうございますまたあの先日はこの近くだと大千葉桜もですねあのいろんな報道にも取り上げられましたけれども本当にきれいな桜を楽しませていただきましてあの地元の皆さんのおかげでですあ、ね、あいったあの保存だとかさまざまなところにあの知名度も上がっていっているのではないかというふうに思っています。そそれでででではは今日はですねあの後でこのののの令和2年度の予算も発表させていたただきましたのでその ことも含めてててご説明をさせいいただいてなるべく多くの意見交換をさせていただければと思っていますけれどもまず冒頭1つだけ申し上げておきたいのはこれはもう世界に広まっているあのニュースになっている新型コロナウイルスですけれどもあの幸いというかまだ湖西市はもちろんあ静岡県内で 感染者が出たという情報はありませんけれどもお隣、この県境すぐ越えた愛知県だとか神奈川県でも発生をしているというのは報道されているとおりですしもちろんこれはいつ起こってもおかしくないと思います。また北海道などではです、ね、あのお子さんもあの 感染された幸いうことですので栽培重症などにはなっておられないということですけれどもこれはもうとにかく専門家の方も言ってましたけれども過度に恐れる必要はなくってあの風邪とかインフルエンザと同じでうがい手洗いだとか極力不要不急の人混み に行くことを避けるとかそういった基本的なことが大事だということですので先日湖西市でも対応の準備会議というものは行わせていただきましたあのこれも情報共有と例えば国厚生労働省とか県などから出ている情報を迅速にあの市民の皆さんに提供していくだとか相談窓口は今あ 子妻市の場合には西部保健所ですね西部の保健所が二十四時間で対応をいただいてますのでそちらの方に相談いただくということを共有させていただいてますあの例えば海洋地元のお医者さんだとか子妻病院だとかお問い合わせやあの受診に来られた方というのもいらっしゃるんですけれども今すぐその地元の病院にかかるよりはまずあの そういった専門のですね西部保健所に相談をいただいてそしてそこであの指定の感染病の専門の 医療機関というものをご紹介いただけますので、そちらの方にですね。もし不安な方は受診をいただくということをお知らせさせていただいてますので、まあ、もちろん、あの感染者が出ないことを祈ってます。けれども、そういった広報活動もですね。湖西市の方で引き続き積極的に行っていきたいという風うに思っています。それでは、その他の予算に関してはまた後ほどですね。こちらの説明と皆さんからのご意見をいただきたいと思ってますので、どうか今日もよろしくお願いをいたします。 ありがとうございました。続きまして本日出席しております市の幹部職員の自己紹介をさせていただきます。福祉庁の田です。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。病院事業管理者であります。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。教育庁の渡辺です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ここで本日の進め方についてご説明をさせていただきます <laughs> おともとにお配りしておりますこの古西タウンミーティングという表紙のところを見ていただきたいと思いますはじめにですね市長から植樹近接による市の持続可能な発展に向けてと題しまして古西市が今考えていることこれから何をしてようとしているのか令和2年度予算も含めまして15分程度でご説明申し上げます次に 病院事業管理者から、子才病院の現状につきまして、5分程度でご説明をさせていただきます。その後です、ね、皆さんと意見交換の時間を1時間ほど取らせていただきたいと思います。また、その進め方につきましては、後ほど詳しく説明をさせていただきます。それでは、師匠から、食事近接による市の持続可能な発展に向けて、土台しまして、施設施設について説明をいたします。 それでは、えーと、なるべく手短にと思いますけれどもお手元にこの「5歳タウンミーティング」という資料がお配りをさせていただいているかと思いますのでそちらをご参照いただいて、えー、1枚おめくりいただくと1ページ目ということで。 横になったカラーの表が個歳市内のお金の流れという表をつけさせていただきましたこれはですね最近いろんなところでお話をさせていただいてあの例えば入出の生き生きサロンだとかあの新庄のことぶき大学だとかさまざまなところでもお話をさせていただいてますので見たことがあるという方々もいらっしゃるかもしれませんただこれは非常にあの重要でかつ すぐに1年とか2年ではこの改善はです,、ね、あのすぐにはなかなか難しいということで、えー、今からご説明させていただきますけれどもこの数字がです、ね、まず現状をご覧いただいた上であで5年後とか10年後とかもしくはもっと20年後にです、ね、この数字が改善をしているということを期待しながらお話をさせていただきます。あのまずののののお金の流れととといいいうところで、えー、ご覧たただきたいのは一番下の生産儲けと と,いうところですこれはあのいろんな方にもおっしゃっていただいてますけれどもありがたいことに胡西市は企業会社がですねたくさん立地をしていただいています豊田佐紀千のふるさとということもあって製造業自動車産業が多くってそこで、えー、お金をですね生み出していただいています。数字で言うとこの左下にある5742億円というのが胡西市内で1年間に生み出されているお金。 これはです、ね、下に書いてある1712市町村分の39位ということで全国に市町村は1700ぐらいあるんですけれどもその中の39番目ということでこれは同じ比較がです、ね、例えば人口のものすごく多い名古屋市だとか横浜とか東京とかそういうところと一緒に比較しての39番目なので人口が高々かか6万人しかいないところと300万人以上いる横浜と同じように比較しての39位なので。 いかに五歳子がこれだけお金をですね生み出しているかということがご理解をいただければというふうに思います。そして、しかしながらそこからのことが重要なんですけれども、その上に行っていただきますと黒い囲みで夜間人口いわゆる人口っていうのが今ちょうど6万人正確に言うと59,800人ぐらいですけれどもあの今年で 旧新井町と旧小西市が合併をしてちょうど10年に来月なりますこの10年で約3000人ぐらい人口減少がしていると言われていますちょうど10年前に合併したときは62700とか、まあ、62800弱ぐらいでしたのでそれに比べるとちょうど3000人ぐらいの人口減少が起こっていますこれはどこの市町でもそうですけれども減少していくのは避けられない覚悟しなければいけないと思っていますお隣の浜松市でも今 は80万人いらっしゃいます。けれども、将来的な人口は60万人を想定して、例えばあの区をが5億で区を一緒にするとか、そんな議論もなされています。御祭司も人口減少は避けられません。けれども、人口減少のスピードを遅くして、なるべく減らないようにするだとか、人口が減少したとしてもやっぱり地域のですね。こういったあのコミュニティー。 地域のつながりその中で例えばお祭りだったりとか行事だとかそういったものは維持できたりしてやはり活気のある町活気のある地区をです、ね、維持していかないといけないというのがあの将来の持続可能な発展だといいううふうに思っていますそこでその夜間人口6万人の下の昼間の人口が7万人と書いてありますけれどもこれはいわゆるお隣の浜松市とか豊橋市に住んでいて湖西市の会社や工場で働いている方。 1> が7万人ぐらい1万人ぐらいだから昼間と夜の人口の差があって逆に昼間あの工場とか会社で働いて浜松や豊橋に帰っていく方が1万人ぐらい多いということですので結果的に何が起こっているかというと右上の数字三角マイナスの1381億円これが浜松市民や豊橋市民の方々が湖西市で働いて給料をもらってお家に持ち帰る額。 1> が 1, 億円以上あるということでそれは逆に言うと湖西市への納税ではなくて浜松市や豊橋市に納税をされたりですとか浜松や豊橋で買い物とか外食をされるというお金が 1, 億円ぐらい西市のお金が出ていってっしまっているまたもう一つその下の三角マイナスの1486億円というのはこれは湖西市民僕もそうですし皆さん方もそうだと思いますけれども湖西市に住んでいる方が例えば 市街の浜松のシトロノイオンモールで買い物をしたりとか豊橋とか名古屋で外食買い物をしたりそういったお金が1400億円以上胡歳市から外に出ていってしまっている結果的に一番あの右の下に大きく書いてある三角数字でマイナスの3318億円が胡歳市で生み出されたお金が外に出ていってしまっていると。 逆にさっき申し上げた39番目の全国39位のトップクラスの5,742億円のうち湖西市内のお店で使われているのは2,424 24億円半分以下しかないということですのでこれを少しでも湖西市内のお店などで消費してもらえるようにする。行政側かららししたら少しでも納税額を 浜松や豊橋でなくて、湖西市に住民税とか固定資産税で納税をいただいて、例えば高齢者福祉とか子育て支援とか道路を直したり、学校をきれいにしたりとか、そういったところに行政サービスとしてたくさん税金を使いたい、そういうようなね改善を図っていきたいというふうに思っています。そのためには、元に戻って6万人と7万人の昼間と夜の人口の差を少しでも埋めて、1割でも2割でも昼夜間人口の差を埋めていく、そして、 誤災市内であの住んで働いていただくということが重要だと思っていますので、そのためにどうしたらいいかこれを一枚おめくりいただいて三ページというところに、えー、令和二年度予算のポイントと書かせていただきました。これもここ一二年同じようなキーワードでお話をさせていただいてます。下の丸青い丸のところに、えー、職住近接これが職は職場会社ですね。で住むというのはもちろん住むところ これを赤で強調させていただきましたけれども心は何かというと上の四角に書いてあるとおりあとで出てきますけれども、えー、プライマース EV エナジーというプリウスとかハイブリッドの電池バッテリーを五歳紙であのトヨタのハイブリッド電池は五歳紙でほとんど作っているという工場がですねあの令和5年の7月ですからあと 3年ぐらいで、今度は五歳市内の、えー、新幹線の南側、えー、富士気候の荒井工場って分かる方いらっしゃるかもしれませんが、そこの隣にもう工場が創業を開始するということが決まって、今一生懸命工事をしています。そこに雇用はですね、1000人とか2000人とか増えると言われてますんで、働くところはさらに増える。 ししかしながらそこで働く方が増えても、湖西市じゃなくって豊橋や浜松に住んでしまわれてはさっきのお金が出てくる額が大きくなってしまいますのでここを湖西市で住んで働いていただいて湖西市内で買い物してもらったり納税をしてもらったりということをしなければいけないというふうに思っております。そして具体的にじゃあ何をするかというのが1枚おめくりいただいてこのページだと5ページ目、6ページ目になります。 これはもちろんここに書いてあることだけではありませんけれども何よりも何を優先して進めていくかということが書かれていますのでここを簡単にご説明させていただきますとあの上の方から予算編成の基本姿勢と概要と書かさせていただきましたそのうち職住近接のために何をするか重点事項が1、1、2、3とあります1が子育てや教育の支援や充実これはやはりあの若い世代がここに住んでいただいてこれから こういった納税とかです、ね、あのそういったものも含めてあの働いて住んでいただくために先行投資も含めてですけれども保育の受け皿この4月にこども園は2つ新しくオープンしますけれどもそういった安心して働いていただけるようなあ教育子育てこういったものを充実させていこうというのが1つもう1つは丸2番目として産業の振興さっき申し上げた工場とかの誘致によって働くところも普段に継続して、えー、確保する。 増やしていいいいかないといけなとけまた中小企業の方々は後で出てきますが雇用がどうしても人が取れないと高卒、大卒専門学校いろんなところに行ってもなかなか取れないというお声も聞きますのでそちらの方をですね、あを産業の振興の中で中小企業も含めた支援をしていかなければならないもう1つはこの北部地区もそうですけれども農林水産業もかなりあります特に農水産業ですね。そういったところ例えばあの農業で 担いいい手がいないあの水産業もそうですけれども後継者がいないというところもありますし畜産豚はです、ね、この近くでもたくさん豚舎があったりあの牛もあったりして豚は静岡県で一番2万7,000頭が静岡県で一番です。また牛もです、ね、県内で3番目というふうに統計になっていますのでこういった養豚とか肉牛乳牛いろんなです、ね、畜産業も 進行していいかなななければならないそのために例えばあの匂いが気になるということは古妻子は昔から言われていますもちろん改善もしてきていますけれども状況としてもですね昔は人里離れた山の中とかに豚舎があったんですけれども 宅地を作って、えー、住宅を作ってきたことによって当社と宅地が近くになってどうしても匂うとか工場も増えてきたので工場の従業員の方が匂いが気になるということで湖西市内は就職される方18歳高校卒業とか二十歳223歳専門学校とか大学卒業した方が独身寮とかアパートに住むこれは最初は湖西市内に住んでいただけるんですけれども25歳とか30歳結婚したり お子さんが生まれたりしたときに豊橋とか浜松に家を買ったり建てたりする方も多くいらっしゃいますここの流出防止を一番に行っていかなければならないと思っていますしあの後でも出てくるかもしれませんが昨年の10月から家を子妻子に建てたら 最大で100万円ということで今100件ぐらいお問い合わせをいただいて今もうすでに2件あの制約がしましたそういったものも含めてですねあの豊橋浜松ではなくて胡西市に家を建てようとするインセンティブまたこれは100万円もらえるからではもちろんなくって子育てだとか医療とか福祉とかこういったものが充実しているから胡西市に住もうまたはここにあるような胡斎連邦とか浜名湖とかそういった 自然環境がいいから古西市に住みたいと思ってもらえるようなまちづくりをしないといけないというふうに思っていますしそのきっかけとしてのです、ね、定住促進の奨励金というものも始めさせていただきましたしもう1つはこれもさっき冒頭でやはり中長期的に取り組まないといけないといったのは土地政何で,で豊橋とか浜松に行くかというと1つは土地が少ない土地が少ないというのは家を建てられる土地が少ない。あの 小西市は今これ8 6キロ平米ぐらい面積ありますけれどもその8分の1ぐらいしかいわゆる市街化区域といわれるおお店とかお家が建てられる土地はありませんそちらの市街化区域ともう一つ皆さんからもよく言われる市街化調整区域農地ですねここは自由にお家だとかお店は建てられませんのでここをなんとかしてもっともっとあのー 土地がたあの家,家が建てられるようにしないといけない。結果として、今はこういったお家が建てられる面積が少ないがために、出物も少なくって土地が割高になっています。二川駅だとかさいでいうと新庄原とあります。けれども、この両方を比較するとですね。平均でも坪単価が2万円とか5万円とか違う。 あの駅前で例えば新城原駅前なんかは壺30万超えてるところもありますけれども二川だったらそれが20万ちょっとで買えたりするのでその価格差はです、ね、いかんともしがたくてそこの,あのもっともっと土地の出物を多くしてこの価格競争力を小さい市の土地の価格競争力もつけないといけないというふうに思っていますしその方策はまた後であで意見交換の中でも出てきたらと思いますけれどもそういったなるべくあのまあ 早急にやりたいですけれども土地などは時間もかかりますので一歩一歩法律だとかまた特区だとか様々な制度を組み合わせてやっていかないといけないというふうに思っていますもう一つ数字であの簡単に申し上げると今言ったこの5ページ目の真ん中辺に一般会計217億円とありますこれは数字が重要なんじゃなくてあの持続可能なためにこれはたくさん予算を使えばですね今のやりたいことはたくさんできるかもしれませんが 財源に限りがありますので、のほずに、例えば、あの、借金をして、作っていくだけでは。十年後や、五十年後の子供たちとか、お孫さんに借金を残すだけと。国もそういうふうに言われてますけれども、それをなるべくですね。バランスよく、借金もできるだけせずに、必要な政策は重点的にやらないといけない。そのための参考の資格囲みがですね。将来を見据えた財政運営というところに書かせていただきました。例えば、一番最初の限られた財源を有効活用というのは。 いわゆる財政調整基金あの貯金からの繰入額ですね。国際市の貯金からの繰入を昨年ある1年度、まあ今年度と言ってもいいかもしれませんが、そこは8.3億円だったのを来年度予算2年度予算では7.1に1億円1億2000万円減らさせていただきました。これはリーマンショックなどが起こった時には必要と言われているようなですね。あの貯金が。 今まで、誤債市はほとんどなくなったものを今、何とか積み増してきていてあの今30億を超えたぐらいいになっていますリーマン・ショックが来ても何とかですね誤債、まあ、市はあの国から交付税というものがもらえない法人税収が多いがために自腹で解決しないといけないことが多いものですからそちらに対して貯金を積んどかないといけない。これは愛知県の田原市とか トヨタとか田原に比べて貯金が少ないという状況をこの数年で改善をさせていただきましたまだ足りないんですけれどもこれも仮にこういった経済危機だとか大きな震災が起こったらもちろん国などから支援はいただきたいと思ってますけれども自腹でやらない時にもこの貯金を使ってできると逆に言うとこの貯金がなくなってしまったら北海道の夕張とかと同じように強制的に 福祉を切り下げたりだとか市民サービス水準を切り下げないといけないという状況に陥りますのでここはしっかりと貯金は積んどかなければならないということがありますもう一つ支際いわゆる借金ですね借金の額は一番下の、えー、残高見込みというところを見ていただければと思いますけれども R2 年度令和2年度末には171.4億円になる予定ですこれは例えば今年今年度中に エアコンをつけたり小中学校にエアコン要小中学校にエアコンつけたりだとか今ギガスクールということで。あのー パソコンを1人1台置こうとしていますのでこれは単年度予算ではできなくて主催、借金でやる部分も多いんですけれどもやはりこれも増やせば借金を増やせばいいというわけではもちろんありませんのでその171.4億円の一つ上繰り越前の173.6億円というのは今年の令和元年の173.6億という発行残高に比べて来年は一番右下、2.2億円ですね2億2千万円借金残高も減らすと。 いうことにしていますこの額が多いのか少ないのかもちろんあの行政サービスはたくさん予算を使ってやりたい気持ちはありますけれども借金として後に今度は来年とか再来年もしくは5年後10年後にやり,たい時やりたいことがあっても借金の返済でやりたいことができないということは避けなければいけないのでここは非常に難しいですけれどもバランスを取りながら進めていかなければならないというふうに思っております。それででは最後にもう1枚お見りいいただいただページ目ですね あのここに令和2年度予算の重点事項もちろんさっき言ったとおりあのたくさん事業は本当に何百なり1000近くの市の事業はありますけれどもその中での今年新しいものとか重点事項ということで一番上、湖西市のバース事業これはです、ね、あの公共交通紅茶ンバス これは皆さんもご利用される方いらっしゃるかもしれませんしあの千葉田小学校とかではです、ね、通学にも使っていただいています。そこの紅茶んバスが路線バスなので限界で停留所からお家までが遠いとか本数が少ない逆にあの乗ってる人が少ないんで空気を運んでるだけじゃないかというようなあお叱りとかご要望もいただいています。今回のバース事業は各地でで自動運転がが始ままっていますす実験がですねそれを プラスして小西市はトヨタ自動車とソフトバンクなどが設立をしたモネ・テクノロジーズという自動運転の会社と先月業務協定を結びましたで自動運転はもちろんやるんですけれどもそれだけではなくて小西市が全国で初めて今やろうとしているあの今年の夏ぐらいからの予定ですけれども、えー、企業のシャトルバス例えば電装とかプライマースとかソニーとかそういった 様々な企業業が従業員のの通勤のためにバスを走らせています例えば新城原駅とか和室駅から会社まで工場までというふうにありますけれどもその企業のバスに地域住民の方が乗っていただいてもいいですよということを企業の方には言っていただいていてこれをあの夏以降にですね実証実験を始める予定で朝とか夕方はどうしても 会社員、従業員の方が乗られますけれども昼間は比較的空いているということなのでその時間帯を使って例えばそのバスであの移動してもらう駅まで行ってもらうもしくは病院まで行ってもらうというようなことを始める予定です。もちろんこれは企業ののバスなので 今研究会を発足させて具体的なことを詰めてますけれども最初は決まった路線で走りますけれどもだん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 ドア2ドアに近づけて病院までとかお家の近くまでっていうことを時間は少しかかるかもしれませんけれども一つ一つ改善をしていきたいというふうに思っていますし何よりも 企業ののバスに地域住民の方が乗れるという制度自体は国土交通省などからも昔別の地域でやろうとしたらあの企業の協力が得られなくてできなかったというのを運輸省に行った同期から聞きましたのでそういった全国発でかつやっぱりあの運転免許を返納したとしてもあの買い物とか病院とかに安心していけるような公共交通を作っていかないといけないというふうに思っています。2番目ワワークワーククでで新,新生活奨学金返還支援とということでこれはさっっきも言った、えー 企業特に中小企業が人手がどうしても採用ができない高校卒業だとか大学卒業した人が取れないというお話を1年以上前からです、ね、聞いていまして1年前に雇用をやりますと発表して1年間いろんな制度設計を職員の皆さんに考えていただきましたそこで今回は、小西市に住んで働いていただいたら奨学金を企業と小西市が折半をして返還を支援しましょうという制度です。 これは子,妻子にとっては定住の促進企業にとっては人手不足の解消につながるという企業と連携をしたやり方になっています。もちろん奨学金は今2人から3人に1人受給されているというデータがありますので全員が奨学金をもらっているわけではありませんけれどもこれを企業の採用活動の PR に使ってもらってこれによって子さい子の会社で働こう子さい子に住もうというのをですね最初の 1>, 1年間とか2年間はなかなか実績が上がらないかもしれませんけれども、中長期的に参加企業が増えたりだとか、これによって子妻子に住むといったきっかけになる方が増えていくといいなというふうに思っています。最後に、周期対策への取り組みと書いてあります。これは先ほども申し上げたとおり、やはりあの臭いが気になって、例えば、あのー。 プライマースさんなんかはパナソニックの資本ももともと入ってましたんで関西とかから働きに来る方が多かったんですけれどもどうしても湖西市に住んでいると匂いが気になるのでお隣の豊橋に行くというのも従業員のアンケートでたくさん書いていただきましたその解消のために今あの上に書いてあるんですけれどもここの説明に周期指数の規制というのがあってあのおいの指数をですねいくついくつまでに 抑え,て抑えなければいけないというのがありますけれどもこれを少し厳しめに改善をしないといけないそのためには去年の11月から市民の周期モニターということでモニターの方に匂、ね、いがどの時間帯で何曜日で何時ごろに酔ったのかどういう風向きの時に酔ったのかということをです、ね、聞いていますそれで今年の令和2年度にはその周期の調査測定というものを行って3年計画ぐらいで周期の指数を規制を厳しくする。 規制を厳しくするということは養豚事業者さんもあの厳しい基準に守らないといけないのでそこはです、ね、その前にちゃんとここに書いてあるような豚舎を密閉化をして匂いが出なくするとか今はデオマジックといってあの周期の臭いをです、ね、あのチョコレートの匂いに変えるようなあそういった消臭剤もありますのでそういったものをなるべく導入をです、ね、支援していくだとかさまざまな取り組みを今県の方で副市長県から来てもらっていて県の 補助金で新しくこういった養豚業者限定の補助金というのも開始をしていただきましたまた農林水産省にこの前大臣要望にあの岸木の皆さんと一緒に要望をして補正予算で農林水産省もこの周期対策を新たに作ってくれましたのでそういったものを組み合わせて周期を 匂いを改善して子妻に住もうという方を増やしていきたいというふうに思っていますまだまだ本当にこれだけではなくってさっきの中長期的な土地の問題だとか教育子育て福祉さまざまありますけれどもそこは皆さんとの意見交換の中であのお話をさせていただければと思います今から子妻病院のことも少しあの杉浦さんから触れさせていただきますけれども子妻病院も 最初数年前は10億とか12億投入していたのがなんとか今1億円とか2億円ずつですね例えば皆さんの目ですね白内障の手術というのを始めることによってあとでありますか1000万円単位で経営が改善していますし回復期リハビリ病棟も今始めてこれから増設をしていく計画ですのでそういった取り組みの中でですねやはり 借金を減らしたり無駄な税金投入を減らしてしっかりとこの小さい子妻市が持続可能でもっともっと皆さんやお子さんたちお孫さんたちが住みたいと思える街を一緒に作っていけたらと思いますので今日はぜひよろしくお願いいたします以上ですありがとうございましたそれでは続きまして病院事業管理者から子妻病院の現状についてご説明いたします はい、それでは引き続きまして私の方からですね今の私立湖西病院の状況の方をご説明の方をさせていただきたいと思います、えー、っと資料の方はですね7ページ8ページにつけてございますのでそちらを参考にお話の方を進めさせていただきたいというふうに思いますまず7ページなんですがまず私立湖西病院の事業内容ということで医療事業保健事業という大きな柱をそこに載せさせていただいております、まあ、その中で平成30年 ですから平成30年の4月から平成31年3月までの実績の方をそこに載せさせていただいてございます、えー、っと下の保健事業というのはですねあの健診センターでやっている人間ドックだとかあ健診ですねそちらの方の数字でございます、えー、昨日もですねあの来,年、まあ、来年度に就職する4月から就職をするですねあの高校生の 就業前検診というので、90数名の方が都院の方に来ていただいて、検診の方をやっていただいてございます。で医療事業の中でもです、ね、上から3番目の救急医療というところをご覧いただけると、えー、年間、ね、7518人の人を受け入れているということです。まあ、これはあの午後5時からです、ね、明くる日の8時までとか、あるいは土日祭日を含めた中での人数でございます。 その下が救急搬送913代年というふうにございますが1年間で913代の救急車の方を受け入れているといった結果でございますでその右の方にです、ね、新聞記事の方を載せさせていただいておりますが市内搬送増で効率化ということでこれが、ね、1032名の人を受け入れているといったことになっております、まあ、これはですね2019年ですので 今年の昨年の1月から12月ということで少しこう時期の方のずれがございますので結果として増えているという結果になっております。まあ、これはあの救急医療をできるだけ受け入れていくということを心がけていることとそれからその次に出てきますが急性期一辺倒ではなくて回復期の患者さんも受け入れていこうという病院方針の中で培ってきているものでございます。 でその下、事業動向というところではです、ねえー、このところやっている主なものを2つほどそこに載せさせていただいております。まあ、1つは地域包括ケア病床の運用開始ということで、えー、昨年の6月からあの病棟の中で2つの部屋です、ね、大部屋5床室を2床ということで、えー、10名の方の受け入れ体制の方をしております。まあ、これも当初はです、ね、5 6名でしたが、 え先月のデータをちょっと今日見てきたんですけども、えー、7. 点何名ということで少しずつ増加の方を示してございます、まあ、その効果額ということをそこの中で数字として表させていただいております、えー、2番目は先ほど市長の方からもございましたがあの近年ですねあの湖西市内で白内障の手術ができなくなるということが耳にして今お手伝いをいただいている眼科の先生にお願いをいたしまして、えー、一昨年の6月から 白内障の手術の方を開始させていただいております当初ですね一月十10名まあ各週で5名を2回という格好になっておりますが、まあ、それで進めさせていただいたところ少し患者さんのです、ね、手術待ちが3ヶ月を超えそうになってきているということがございまして昨年の7月からですね2名プラスさせていただいて月当たり14名マックスですね限度として 14名の方を手術させてていいいただいています、まあ、その2名増えた高価額というのがそこの数字として載せさせていただいてございますその下病院事業会計の繰り出し金の推移ということで平成30年度から来年度の予算の中での推移がそこに載せさせていただいております減ってはきているもののまだまだ多額のです、ね、お金をです、ね、市の方から支援いただいて経営をしている。 とというところが現状でございます。それでは8ページをご覧ください。えー、とこちらはですね、昨年の9月の下旬にですね、あの突然、あの新聞報道でもございましたが、厚労省の方からですね、再検証を要する公立・公的医療機関というものが公表をされました。まあ、その中で、下に西部医療圏というのが書かれていますが、静岡県の場合、 東院の方はですね天竜川伊勢のです、ね、浜松市と胡西市がこの西部医療圏にあたります、まあ、その人口動態の中でこれからベッドがどうなっていくのかということを推して人が減っていくからベッドがいらなくなってくるんじゃないかという中で、えー、その下 AB と書いてございますが。 診療実績が特に少ない類似かつ近接というこういった項目の中でデータを出したところ湖西病院の方はそれに匹敵するんじゃないかということで新聞報道の方をされておりますただこれはですね平成29年の6月の1月のデータをもとに算出の方をされておりますのでその後先ほど申し上げましたように回復期をやったりですとかいろんな医療機関と 連携を強化しているという項目はですねそこの中に反映をされていないということですただこのことをですね説明をしていくとですねかなり時間がかかってしまいますので、まあ、これは来月のですね3月の14日の土曜日に例年のごとく病院祭りというものを湖西病院の方でさせていただく予定でございますただ今新型コロナウイルスでいろんな催し物がですねあの中止になったり延期になったりしている中で今のところ開催予定でおります ただ、今月の終わりから来月にかけて、また院内で調整をしながらどうするのかというのは決めていきますが、今のところ予定をしております、まあ、例年のごとくです、ね、実行委員の方が催しの企画もしてです、ね、さまざまな病院の内容を分かっていただくということを考えておりますので、また、あの興味のある方はぜひ、ね、参加の方をしていただきたいというふうに思います。以上ですありがとうございました それではただいまから意見交換の方に移らせていただきたいと思います意見交換につきましてはあの初めに申しましたように未来の子どもたちが住みたい住み続けたいと思う子採取にするためにということをテーマに市長を交え皆さんで意見交換をしたいと思いますえっとそれではですねここからの進行は市長の方にお願い,お願いしたいと思いますのでよろしくお願いします 入ってますね、はいすいすすまません、えー、とじゃあありがとうござ思います、えー、とのほがたくさん出てきたんであのなるべく全部時間内に触れるようにあのお話意見交換させていただきたいと思いますで今皆さんのグループの中から優先順位をつけて出していただいたものが優先にっていうのはまず最初に出てきたのが都市計画で農地土地北部の部分的な枠組みの撤廃都市計画でそれとほとんど同じようなことが都市計画、えー、宅地を増やしてほしいお店も増える土地の宅地化を進める。 白須賀の広い土地に一大住宅地を作り新庄原駅まで鉄道を作り定住化を進める新駅を作り宅地と商業地を作る、えー、浜松三日人八橋道路について5歳は入ったかどうかというのが都市計画、だいたいこ,れこの土地政策さっきもちょっと触れましたけれどもに入ってるこれまとめてあの後で補足をしていただければと思います。もう一個が人、えー、人口口減減少少北部地区のの活性化若者の人口減少 公共が都市計画と人口減少でもう1個が周期え畜産業の業務転換支援紫ちょっと読めなくての導入は悪臭の対策定住の件というのが周期で優先順位がもう1つついているのが産業振興畜産業をもっと発信できるようお中元お歳暮セットを作るあそうですね強みを生かす産業振興で若い人たちの起業をする話が聞こえない。 古才、えー、市の零細企業の高齢化が進んでいるので古才、えー、に税金を納めていた新型コロナウイルスが流行して売り上げが落ちている対策というのが産業振興で上がっていますので、えー、とその3つ4つぐらいが優先順位ということでまず教育がもう1個荒い子、古才高,高が普通高校なのでどちらかを工業、商業高校として地元企業への即戦力そうです、ね、を図る。 教育だと教育環境学校に地域の方のサロンを教育北部は家と学校が遠いそうですねこの辺が教育で上がっていただいてますのでこのまず4つぐらいを順番にさせていただきます。最初のの都市計画、あの北部の部分的な、 枠組みの撤廃とか都市計画とで書いていただきましたので、これあのできれば書いた方だとか補足でまずあの北部の部分的な枠組みとかちょっとどういう意図かっていうのをまず皆さんからご意見をいただいてでこちらからも意見交換させていただければと思いますがあいかがでしょうか補足をして、はい、じゃあどうぞはいはい、えー、大千葉のあの副自治会場の藤井と申します,あ,ます、えー、あのついでに農業委員もやらせていただいてありがとうございます。 あのそんな中でえまあ今あの現在やっぱり後継者不足というかそういうことがたくさんありましてそれであのいわゆるソーパー事業でやった土地でさえもう荒れそうな状態ですそんな中で農地を守る守るって言っててももうそういうところ通り越していると思うんでえもうソーパーの土地だけあれば十分ですので あの後継者のためには、はい、だから、あの他の農地はやっぱりまあ部分的で結構ですので、あの住宅が建てれるようにしたり、あの持参なんで分献も建てれないよう。では困りますので、え1万1万そういうところです。はい、はい、ありがとうございます。あのおっしゃる通りだと思います。えっ、ー、とまあ、今のようなお話が多分、この北部の枠組の撤廃とか、都市計画宅地を増やしてほしいってことだと思いますが、もし他に。 補足があればなければこちらからお答えさせていただきますがよろしいでしょうか都市計画関係でじゃあ一旦まず僕の方から今あのおっしゃっていただいた通りであのの僕も言いましたけど農地がすごく多かったり農地が今耕作放棄地になったりということはこれは全国的にそうですけれどもそれを何とか湖西市も解消しなければいけないというのはおっしゃる通りですで今立地的成果計画というのを作ってますけれどもエリアを区切ってやっぱりここは あ農地なら農地も有料農地として残す部分もあろうかと思いますけれどもそれ以外はここは宅地とか工場また観光エリアみたいな道の駅の周りだとかそういうようなエリアをしっかり決めて建物を建てられるようにするどこにでも建てられるというのはなかなかこれは全国的にも厳しいと思いますけれどもエリアをしっかり決めてここは開発エリアですよということはやらないといけないと思っています。そそれでそのやり方ははつつあって1つは今、あのー JR の駅が3つあって新所原鷲津新井町と3つありますけれどもやはり駅の周りがですね基本的には市街化区域といって、えー、宅地おうちだとかお店商業施設が建てる地域だというふうに言われていますもちろん他のところもありますけれどもそこがですね市街化区域自体が埋まらないと市街化調整区域農地とかを市街化にしたいといってもこれはどこの町でもです、ね、簡単に認めてはもらえません。なのののでで今やろうとしているのは駅の周辺でも あの市街化区域になっている新井町とか和室とか新城原駅の周辺で畑とか山とかあるところを道路を作ったり宅地をしっかりそこで埋めて商業施設も建ててもらってそこを埋めてもう土地を新しくしないと家が建てらんないから。 ここを市街化調整区域を市街化区域にするということを成功法でやることが1つただ、それは非常に今和室の駅前とか市の土地がもう少なかったりしてあの地主さんとの交渉になりますのでここはインセンティブを小さい市としても奨励金などでさまざま税制とかいろいろ考えていただいてますけれども市街化区域が今残ったままだと新しく農地を市街化区域家が建てられるようにというのは難しいというふうに思っています。これが1つと そのためにじゃあそれを待っていたら本当に何年かかるかわからないので例えば具体的にさっきプライマースの新しい工場と言いましたけれどもあの具体的に例えばハウスメーカーでも何とか何とかあー企業の名前でもいいんですけれども具体的にこういうところがもうここの土地を開発したいと言っていますというのを具体的に誘致をして1ヘクタールでも5ヘクタールでもいいですけれどもそれがそこの農地でやりたいと言っているからその農地を市街化区域に。 お家だとか工場が建てられるように転換をさせてもらうというのがこれはもう完全に例えばあの積水ハウスとかですねあのトヨタ自動車でもいいんですけれども具体的な企業を連れてこないと連れてくればそこの地域はもちろんあのそれも簡単ではないですけれども農地をもう具体的にここだというふうに決めればそれはできるということがありますので一番それが現実的な北部地区だと今どこかに書いてありましたけれども浜松三日日豊橋道路というのが三日日ジャンクション 東名、新東名の三日日ジャンクションから南に湖西市を通って湖西市から今度は国道1号バイパスとか白身バイパス23号バイパスですねにつながるというところまで今決まって国土交通省が調査費を計上して今月来月あたりが環境評価の前段階としてあのいわゆる野鳥の会みたいな方がですね自然環境を調査しにする来るということが決まっています。これはですね あのこの国道301号の渋滞の解消につながるだけではなくって道路を作るということは非常に経済効果も高いんですけれどもさらに小さいとして何が必要かというとインターチェンジを作ってもらうということが重要になりますインターチェンジでもちろん会社からインターチェンジで乗り降りできるだけではなくってインターができるとその周りは市街架域にしやすいんですね。だからそこの周りは 宅地ととととかかかか企業業の物流施設とか商業施設設商スーパーパお店が建てやすくなりますこれをもうまだ今ルートも決まってないしどこだっていうことを言うわけにはいきませんけれどもこの北部地域のどこかは確実に通ることが決まっているのでこのインターチェンジを作って最低一つは作ってその周りにさっきのお店とか宅地だとかいうのをエリアを決めてできるようにするということが市街化区域が埋まらなくても 市街化調整区域を市街化にするということは、その2つの方法でやらないといけないかなというふうに思っています。ただ、本当にこれはあの申し訳ないですけど、全国的にも非常に難しかったり、時間がかかっているので、悠長なことは言ってられません。けれども順を追ってですね。手続きを進めていかなければいけないと思っています。ちょっとすみません。あの全部触れられたかは分かりません。けれども、今の都市計画、その枠分の撤廃だとか、都市計画拡張を増やしてほしいという方向性はあのそれでご理解いただければと思いますが。もし ご意見なりこういうことっていうのがあればお願いします。はい、はいどうぞ。あのまあ私あ市学調整区域にまあ駐車場を持っているんですけれども、はい、まあ当然駐車場ですからパーキングであの共催ってがで出まして、まあ四十台ぐらいと止めるところがあるんですけど、もう激減で十台ぐらいしか止まらないんです。でもそんなことをねいついつまでも嘆いてってもしょうがないもんで。 何か強みを探さななきゃいけないけなとあ空いてるところそれで今、まあ、うちのアパートなんか入ってくれる方いい車を持ってる方大きいバイクを持ってる方高級自転車を持ってる方がいる分でガレージを作りたいなとあガレージを作ったら利用してくれるかもしれないなと思ったんですねそれで当然都市計画課に相談行きました、まあ、市街化調整区域で駐車場のわてにガレージはできないよねって。うん 建物と見なされるから、うんうん、もうそこら辺そこまで規制されちゃうとせっかくの投資意欲とか事業意欲が失せちゃいますよね、つまり、失せるということは税金をもっと納めたいのには、いありがとうございます。あの すみません申し訳ありませんそこは市街化調整区域っていう区域である規制はどうしてもかかってしまうのであのごめんなさいそのまあガレージをつけたいというお希望はわかりますけれども何か解決方策があるのかそもそもやっぱり調整区域はなぜっていうところがありますのでそこはすみませんあの今解決にはならないと思ういも、ね、えいもう僕そういう問題と向き合って10年はいだからここにいる人はもっともっと向き合っている方がいっぱいいらっしゃると思うけど、はいはい、何か飾らなくていないと あの要望はも,もちろんしてますよ、そういう調整区域だって、そういう,そう,いうふうにあの柔軟に使えるようにという要望はしますけれども、そこはすみません、湖西市でできることっていうのは限りがあるので、そこは一緒に県だとか、まあ、国ですけれども、農地法の壁を打ち破らないといけないということだと僕は理解してますので、そこはだからあの、一瞬で今、今年できるということは言えませんけれども、順番に、じゃあ、ここには何ができますということをやっていかないといけないというふうに思っています。 すみませんちょっと他のもあるのでまたそこは時間があれば戻ってきますので次に多かったのが畜産の業務転換支援ちょっと、ね、な,なんとかの導入はというのと悪臭対策定住の件というふうに書いていただきまして悪臭対策とかでもしこういう意見だという方が書いた方なりいらっしゃればお願いいをしますどうぞはどうぞ。はいどうぞ 今、あの私現在あの仕事をしておりますけれども、はい、あのやはりさっきおっしゃったように浜松やらあの豊橋方面の若い方やらいろいろな方がたくさん来ておりますけれども仕事中にはドアを開けると今はまだなんですけども、うん、あの暖か 高くなるとやっぱり悪臭とそれから駐車場に帰るときも皆さんあのやっぱり匂いがしてくるもんですからその対策をやっぱり古妻子はやっぱりにうねっていうような話も出てきてそういう問題もありますのであのどうお考えでしょうか。はい ありがとうございますあの他にもしいらっしゃれば、あれですけどああどうぞあの、まあ、先ほど市長の話の中にも、周、はい、期に関して、えー、モニターを設けて、から周、はい、期指数を見直していくという、まあ、いわゆる取締りの方のの着手について、えー、ご説明がありました、まあ、それは当然やっぱりやっていただくべきことであって、えー、どんどんと進めていただきたい。 しかし全国の,です、ね、あの周期対策の事例を見ますと密閉化でもって大成功した例ってほとんどないんですよね。必ず次の問題を生じてきてき、はい、で個体を見るとですねこれだけの86平方キロしかないところに、まあ、5万約6万の人口がいて同じ地域の中に畜産業いわゆる 周期発生産業がです、ね、成立しうるかかどうか大きな疑問を感じます。で、特にこれに関しては、まあ、国産の畜産物を食べたいですが TPP はじめいろんなあのアメリカーオーストラリア等の動きを見ていくとおそらくうそういった部分での産業の優位性というのはなくなっていくだろうと。 とということは現在県下一番だというふうに生産量を誇っておられますが私は意味のない自慢にしかならないんじゃないかともちろん政策指導的にこう,こうしてくれああしてくれと言って育成の立場から存続の立場から指導していくのも必要でしょうが私はもう一本転売業を進めるという視点も持つべきではないかと。 より良い地域生活を維持するために努力していただくその努力は2通りあると思う一つは宗教を消すという努力それともう一つはその地域から移転していただく撤退していただくという努力両方のストーリーを持っていかないと十分な対策は取れないんではないかなというところでえ の質問ですすはいいありがとうございます、えっと、一応、今、お二方、おっしゃっていただきましたけどよろしいですかね、あのそこはおっしゃるとおりで、まず最初のご質問というか、おっしゃるとおりであの、これは住んでる方もそうですし、企業の方からも、ですね従業員からということは言われております。あの なのでやっぱりどの方向からにってくるのかとかどの時間帯に匂うのかさっき言った通り冬場は比較的少なくてやっぱり暑い時期だとかあの風向きだとかでですね時期も違うのでそこはあのそれをしっかり調べてそれでど,どっち側を密閉したらとか最近だと畜炭だとかさまざまな消臭脱臭フィルターみたいなものがありますのでそれを効果的にやっていくと。さっきその あの密閉化で成功した事例はないと言ってその通りですけれども機械そのものはどんどん改善が進んでますのでそれはやるべきことだやらなければいけないことだというふうに思っていますしあのさっきの県下一っていうのはあの静岡県の話であってお隣の豊橋とか愛知県の田原市なんかはもっと豚の数が多いんですねであのまあ今しっかりトンコレラとかの話があるのでそっちはそっちでしっかり予防しないといけないんですけれどもそちらの方では比較的田原なんかは小さいよりも豚の飼育頭数が多いので苦情が少ないと。 いいうふうふなことを今言われていますじゃあ何で苦情が少ないのか匂いのそれを今田原にあの環境担当の方で視察に行ったりして、まあ、それがどういう要因なのかをしっかり分析してですねいい,いい対策をしているのかもしくは結局立地条件でさっきみたいに人だと離れてるからいいのかっていうことを分析をしてそこを匂いを防ぐということはやらないといけないと思っていますそれでもう一つだったそれをじゃあ限界があるっていうのはおっしゃる通りで。あの これは強制力はありませんからなかなか難しいとは思っていますけれども確かにまあ昔に比べるとどうしても養豚自体もです、ね、あの養豚農家の件数は減っていますのでその中でじゃあどうやったら、まあ、やっぱりこれは農業そのものも大規模化とか言われていますのでそういった方向性は持つべきなんだろうと思います。しかしかながらこれは こちらが強制ししてやるもものででないですしどちらかというとまあ移転ぐらいはです、ね、あのまあお願いでということはあるかもしれませんが昔、やっぱり胡西市から豊橋に移転されたところがです、ね、今、豊橋から胡西市の方に周期が流れてきているというような事例もあるもんですからそこは慎重に進めないといけないと思っていますのでまずは今の実態をしっかり分析をして効果のあることをやらないといけないというふうに思っていますあのもっと違う意見だとかそれはこうだという方があればお願いします。 よろしいです,かすみません、ちょっと,、えー、と優先的なものはまず最初にやってあとで何度でもですねそこは戻ってきてもと思っていますので、えー、どれだっっけあ今のちょっと限りにしますね畜産をもっと発信できるようにお中元、お歳暮を作る強みを生かすで産業振興ということで若い方の起業をする話が聞こえないとか零細企業の高齢化というお話もいただきましたこの産業振興関連でもし自分はこういう意見だというのがあればあのおっしゃっていただければと思います。はいどうぞ それともう一つはあ高齢化で今まで一生懸命小差事のために、えー、税金を納めてきた企業もたくさん、連載、はい、企業であるんですけど、はい、そこがだんだんとこの特に、えー、新型あのウイルスの関係で、はいえー、この,この 仕事が少なくなっていくのでもうこの時点でやめるという声が出てくるかもしれないと病気のためにそういうことのなもう少しまだみんな働きたいという方がいると思う企業をやっていきたいという方がおると思うのでそういう女,女性というかあの後押しはどういうことに考えているんでしょうか。これはおっしゃる通りで待っ 小さいに限らずですけれどもあの中小企業の方とかあの家族経営の方っていうのは後継者事業承継が難しいというのはもう本当にあの非常に厳しい状況だというふうに思っていますなのであのそれはもう何ですかね決まったというかもうこうすれば良くなるっていうものがあれば多分どこでもやっていると思うんですけれども残念ながらそこのうちでの小槌は出てきていないからあの小さい子もそうですし他の あの、市町も苦労しながら進めているんだというふうに思います。けれども、さっきのま奨学金みたいに、少しでもこちらにあの住んで働いてもらえるような政策っていうのが必要ですし、事業承継なんかはやっぱりあの誰か？それをマッチングするだとか。そういう今のあの。 産業センターみたいなことをですねあの浜松と一緒に立ち上げたりしてやっていますのでそこはあの業種も違えば方策も違うかと思いますし逆にやっぱそういう情報をどん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 まあ商工会とかで集めることであのここではこういうものを作っているんだとかですねそこにこういうものを作りたい人がいるとかそ,ういうそれこそ起業したい人っていうのはです、ね、この町の中に限らず外からでもいらっしゃいますのでそういうマッチングをしていくことが やっぱり情報共有とか情報交換を進めていくことが地道ですけれども必要かなと思っています。もちろんそれ以外の事業承継の税制だとかその辺は通、えー、経産省とか国の方でも考えてくれてますのでそれに対して国税庁もしっかりとそれを今あの新規設備導入したら固定資産税を減免するとかやってますけれどもそこの税制面で続けることは必要かなと思っています。あの申し訳ないですがうちでの小槌がないということは非常に厳しい状況だということはご理解ください。 えっとそれでもう1個そのこの畜産業の発信でお中元を整合せ,をせとこれおっしゃる通り今名物をですねあの子どもたちの給食とかでもポークインナーとか出していただいてますけれどもこれからそういったものをですね KSL といって若い世代の意見交換会「古歳最高ラボ」っていうところで名物を作ろうみたいなのもですね話していただいてます。もととククックマーートとか市ででででどうしててすね今個市だけではなく食肉センターで個と浜松の 豚が一緒に加工されてしまうので胡斎オンリーというのはなかなか厳しいんですけれどもそれでも胡斎産の豚肉でというのはですねなるべく配慮をして作っていただいているものもあるのでクックマートでも置いていただいてますけれどもそういうようなものを増やしていって今これは畜産じゃない,ないですけれども胡斎味めぐりといってアラインの商工会が中心になってパピヨンとかあのまんじゅう屋さんとかそういう胡斎市の,あの名物のお菓子をセットにして。 それをあの今、出張とかだとよくお土産に持っていきますけれども、古西市のお菓子ですということを佐吉もなか、車もなかみたいなものをですね持っていったりしていますのでそういったものがこういった、もちろん豚肉もそうですし古西の例えばあのこの辺で作っているあのオリーブだとかあとセロリだとかキャベツとかそういったものもですねこういうものができるようなことを商工会などとコラボしていきたいなというふうに思っています。ちょっと、ね、ょっと一言付けけ加えるとね、はい、僕はお茶が好きなんだけどのパック 竹川ははどこっていうことといいいううう地図がが入ってそうですすね、はい、ありがとうございます今の産業振興でもしこれだっていうのがあればその事業承継もちろん重要ですしあの中小で困っている方はたくさんいるっていうお声は聞いていますのでもしそこがあればなければ次教育の方に行かせていただいてあとはそれぞれのところでまたご意見をいただければと思いますがすいませんちょっと時間の関係もあって申し訳ありませんが教育でお書きいただいた「 新井高校最高が工業・商業高校としてとていうこところが教育環境、北部が家と学校と遠いそうですね、あと学校に地域のサロンを通学路安,心安全確保、ブロック塀、小学校の存続の確約を若い人たちの定住策とありますのでまず、この荒井高校最高の話はちょっと補足をいただければと思いますし他でも教育でというのがあればそこはご意見をいただければと思いますが荒井高校最高、こっち、はい、どうぞ。ちょっと時間的に なるべく簡潔にいただければ、はい、あの書いてしまったんですが、<う>小さい中のものですけど、あの今あの、小さい高校さんと新井高校さん、同じ市内に普通科高校2つあるという、はい、ちょっと変わった地域で、年々希望者が減ってますので、たや浜松のほには情報高校さんとか浜松さん、あとは浜高さん、はい、もう圧倒的に就職が強いんですよね。 伝統もあって引き合いもありますが、あの、湖西高校さんや新井高校さんも、あの、就職も強いですので、どちらか、普通科高校を並んでいますが、もっと特色を持たせていただければ、あの、より希望者が増えるんじゃないかと、そんな発想です。あの、ありがとうございます。おっしゃる通りで、まあ、これは湖西市というよりも県立高校なので、県にそういうふうに働きかけていきますけれども、おっしゃる通りで普通科高校では。 だけではというのはおっしゃる通りだと思いますし、まあ、今な,んかなので改善策として新井高校なんかは普通科なんだけどコース制で工業コースだとか福祉だとか様々なコースを分かれてそれで結構就職はすごく良くなっているという実態がありますんであので普通科を変えるっていうのはこれからあのできるかどうかもちろんあの働きかけ次第だしそういうお声をたくさん上げていただきたいと思いますけれどもやっぱり今の中でできるコース制だとかそれであと あの就職に今こう高校生の就職活動マッチングみたいなのも商工会さんと一緒にやって新井高校生小埼高校生たちが地元の企業に見学に行ってやっていることを説明を受けてで地元の企業に就職するということも始まっていますので特にやっぱりものづくりだとかそういうようなコースであのなるべく高校の時に専門的な知識だとか技能を身につけるっていうことは非常に大事だというふうに思っています。 えとちょっと小さい子、笑い子に限らずですけれども、もし教育環境とか、その辺で、こういうご意見だっていうのをお書きいただいた方、あどうぞ、はい、どうぞ。すみません、あのはい、教育環境でちょっと私、書きましたけど、はいえっと、つい先日あの、都市機能誘導の協議会がありまして、あれもちょっとあの、えー、まあ会議のね、調聴文ですかあの、横に聞いておったんですけど、あの区域、あの特に、 えー、和鈴中学校、小学校、幼稚園、はい、あの辺りも、えー、都市誘導区域に入ると、特にあそこは第一種中高層と、うん、いわゆる、まあ、自由環境に非常にいいところですね、はいまあ第、第二種低層の次にいい環境で、なんで <laughs> こんなあの環境のいいところがです、ね、あの誘導区域に入るんだというのがすごく疑問によ、まあ思ったですね。で まあ、いわゆる教育環境について非常にちょっとね疑問があった、でちょっと都市計画をちょっと聞いてみましたら、あそこ将来、近隣使業に変えていく予定があると、でまあ、近隣使用業と聞くと、ですねいわゆるヨド的には、いわゆるキャバレーですね、いわゆるフェーフはもう OK、ラブホテルも OK と、こういうヨド地事なんですね、ですから、教育環境からすると、すごいあ考えが <laughs> 今あるもんですからね。ちょっと あー特に教育んもお見えになりますけれどもねちょっとこんなことがあるということをちょっとだけあの、まあ、<laughs> おてししたいいいとと思いまま、はいはい、ありがとうございますあの教育環境という意味ではもちろんそういった、まあ、風俗営業はもちろん極端な話ですけれどもあの教育環境というのは別にさっきのおっしゃった和室洋少中だけではなくてこの千葉とか東とか湖中とか南だったらあのシラスカも新井もありますけどその学校の周辺っていうのはしっかりそれは 安全でかつ教育環境とととは確保しないといけないといいいいけうふうに思っていますそれでその中でも今正直学校をどこに置くかっていうのは非常にそれは議論のあるところで未来英語を今のところに置くかどうかっていう問題があろうかと思っていましてまあ別に今移転するって思ってもないですし決めたわけでもないですけれどもこれはやはりさっき 従来から言っている人口減少の中でどこにそういった教育施設も含めて公共施設だとかあとは商業地域も含めてどこに誘導していくかっていうのは重要なのでさっきの多分立地適正化計画の会議のお話だと思いますけれどもあの和室の話でいくとあそこはやっぱり市街化区域なもんですから本来はあそこの山のところとかが。 宅地とか商業施設にならないと、この大千葉とかそっちの開発ができないという形で、別に学校だけではなくって何を持ってくるかっていうのはですね。議論して決めていかないといけないというのがあろうかと思います。その中でやっぱりどこかに書いてあった。その小学校の存続の確約をとあって、もちろん存続はもちろんですし。ただ、それをどこの場所でとかですね。あのどういった形態でというのは？ あの教育省から言ってもらった方がいいかもしれませんが今流れ的にはどこもですね小学校中学校一貫かっていうのは全国的な流れですので小中一貫の総合学校みたいな形で持っていくのも一つのやり方だと思っています。別に今小祭市でやると決めたわけではありませんしどこの学校って決めたわけでもありませんがそこはですねあの存続という意味ではあの今どんどん減っていってどうしても例えば副式みたいな1年生2年生が一緒だとか。 そうなってしまっては今度はですねあの人が少なすぎるというのも子どもたちにとって健全な例えばクラス替えだとか運動会とか行事に,に確保できるということがあろうかとそれをちょっと地域の皆さんと議論していきながら小学校、中学校などもやっていかないといけないと思っています。すすまませんちょっとじゃああ今教育ののの形でもしし他のとか補足のご意見があればお願いをいたします、はいをたはどうぞ はい、そこに貼っていはいはいはい、はいはい、どうぞ。全体的な共通の話ではないんですが、はいはい、私あの横山の自治会長です。はい。で横山の場合ですね、す朝はあの高茶バスを使ってつつきあの通学させてもらってるんですが、うんはい、帰りがあのおじいさんかおばあさんが迎えに行くという状態なんですね。すねすはい。ということはあのまあよく町にある若い夫婦と子供っていうあの。うん 二世,帯住あ二世帯住宅でいいんですかそういう組み合わせですともう子どもを学校にやることもできないような状況です、うん、でそういうようなのをこう将来どうしていくのかなというふうに思っております、はいえー、とおっしゃるとおりで、まあ、これは今の横山もそうですし他のところもですね行きだけっていうところはありますので今それでさっきちょっと公共交通のところで紅茶んバスを バース事業って言って、企業のバスも使ってっていうことも申し上げました。けれども、その中でやっぱ今通学自体はですね。あの過去通学なし、自体は確保しないといけないと思っています。それはよく言われるんですけど、こうちゃんバスをもっともっとって言われることもありますが、こうちゃんバスが必要なんじゃなくて。まさに子どもたちの登下校のあのバスならバスとか。そういう。 あの手段が確保されることが大事だと思っていますので今教育委員会とかにもスクールバスをですねもう検討するということはお願いしてますので紅茶んバスじゃなくてもスクールバスでやっぱりこれは横山のところなんかどこ,どこの場所かっていうのは決まっていませんけれどもこれだったら別に登校と下校と両方できるかもしれませんしそこはあ,のあまり今の従来の紅茶んバスとかにかかわらず 改善を進めていきたいと思っていますし、そこは保護者の方だとか、いろんなあの地域の方とご相談をしていきながら、あの丁寧に進めていきたいと思っています。えー、教育あどうぞいいですかはいあとあどうぞはいどうぞすみません教育ではい。 子どもたちの下校時間っていうのが2時半とか3時半とかが多くて夏とかが一番暑い時間に変えるんですよ。はい、でそのなのでえっ、ー、とまあ、学校内ではクーラーとかつけていただいて大変ありがたくて熱中症対策が進んでいると思うんですけど、はい、その下校の時の熱中症対策私はすごい心配なんですね。はい、なんでもし予算がいるんでさ使用とかをもう家から持たしてもいいよとか <laughs> そういうなんかちょっとこう。 柔軟なあのその下校の時間遅くしろとかまあそういうのは親が心配なら迎えいけばいいとは思うんですけど親に迎えに行けない親も多いのでちょっとそういうところの柔軟なことを考えていただけると嬉しいなと思います冷えピタ貼っていいとか <laughs> はいお願いしますあのありがとうございますそこはやっぱりおっしゃる通り冬下校の時間はなかなかあの。 自由にはならないっていうのは現実的なので、今のあの柔軟なところは、まあ運用の中で教育委員会に考えてもらおうと思いますので、そこははい、ありがとうございます。ご提案とか、さっきのもう本当にシュワーメでいいかとか、冷えピタとか、あのご提案はですね、各学校とかにいただければと思いますので、そこができることをやっていくという理解でいいですよね。はい、ありがとうございます。ちょっと時間が申し訳ありません。あの、なくなってきて、なるべく書いていただいたものは触れたいと思いますので、あと、ぜひこれはっていうのをですね、取り上げたいと思いますので。 他で今教育の流れからだと子育てについて少子化の幼稚園合併案内が分かりにくいちょっとこれ補足いただいた方がいいかもしれない子ども園保育園の充実働きたい保護者が安心して子供を預けられるように宅地政策調整区域への対応これはさっき言ったような話ですねあとはえどこだっけ消防で消防団組織の見直しということがあります地域医療は病院事務職員の能力向上策 魅力観光この辺そうです北部ということで浜名湖の観光魅力的なお店を増やす食べ物でハイキングコースの整備 QR コードの活用おっしゃる通りですねこういったものも書いていただいてます、えー、とあとはすみません全部触れてたかどうかですが公共交通で交通の便デマンドタクシーこうちゃんますおっしゃる通りでデマンドタクシーも今始めさせていただきましたので改善をしていきたいと思ってますその他として古歳史不時難しい漢字に振りがのをするそうですね古歳史の歴史に誇りを持つそうですね えー、スポーツの推進支援というのがいただきました、あとあ商業施設かすみません地域に1か所はスーパーマーケットを歩いていけるぐらいの距離でなるべくそうですね、これはあのその方が便利ですのであの極力やりたいと思いますがあとあ総合計画か総合計画において北部地区の方向性イメージ道路、宅地化施設の統廃合とか施設の統廃合ありましたね。あの他ででもももいいですけれどももし 子育てとかちょっとこれではあの意図が伝わりにくいっていうところで、あと本当に数分ぐらいしかありませんけれども、あとはぜひあの自分の意見がまだ言ってないよっていう方がいたらぜひおっしゃっていただければと思いますか。じゃあえっ、ー、とじゃあ二、うん、回目のはいまず言って他の方にじゃあいきますね。すみませんその子育ての案内がお借りにくい書いたんですけど、あの第一子のそこと時を育てている時とかに双葉学級に行くんですけど、えっと幼稚園とかの 入園手続きののの日とかの案内は来なないんでですよなのでそこのそれどうして来ないのかなって聞いたら「か」が違うって言われるんですよ、うん、その管理しているかが。担当課が違うって言われちゃって、はい、でも子育てしてる身としては、うん、自分が100%調べなければ。うん そういうことにも行けなくて私が入れることは入れるんですけど遅れたとしてもでもその案内に行けない自分がしら自分が調べて日にちを調べて場所を調べて自分が行かないといけないですねだけど双子学級は案内が来るんですよだったらその言うのだって案内来ていただいてもいいんじゃないかなって思いますあと学童もなんですけど4月から 小学校なのに1月から学童って始め、ま、あの募集がかかるんですよね。その1ヶ月間だけなんですよ。でも、第1名子目のお母さんたちはその4月に入れば学童の案内が来るって思ってる。お母さんも多いので、回覧板だけとかの候補とかだけではなくて、そういうものをもう少し広めてっていただけると、自分で調べなければできないっていうことが。 少なくなってくると思うので、そこはよろしくお願いしたいなと思います。以上です。はい、すいません、あの今の案内のところは、これは例えば今教育委員会とあの副支部で分かれてる部分があるので。あの？ 本当は今年の4月から統合したかったんですけどやっぱりもうちょっとしっかり組織を考えないといけないというところでもう1年間延ばさせていただきましたので令和3年来年の4月にはいわゆる子ども部みたいな形で他でもやってますけれどもワンストップでそういった、まあ、そうすれば案内が行かないとかバラバラっということがなくなろうかと思いますこれはちょっと子育てだけではなくて他の組織の今見直しも考えていますけれどもいろんな今どうしても縦割りであっちがこっちがバラバラっということもあるのでそこはご指摘いただいたものをですねあの組織改編組織の 再編も含めてやっていこうと思ってます。申し訳ありません。えっ、ー、と他に自分のすみませんちょっとあのこれはまだ言われてない、えー、商業施設とかなんだ消防とか何でもいいですけど観光でもこれを意見を聞かせてほしいっていうのがあればぜひいただければと思いますがいかがでしょうか。もし発言をまだ今日はしてないっていう方がいらっしゃったらはいどうぞ。えー、いいですかはいどうぞ。あ行動しょう。 学生の通学路の安全確保ということで書かせていただいたんですけれども千葉田小学校の一部に、まあ、特に大千葉地区につきましては、はいえー、通学路に古いブロック塀が非常に多いということで,、うんそ,でね、それを、えー、回収するにあたっては費用を助成しますよって行政の方で言っていただいているんですが、はい、いや、うちのほは対象外だろうというふうに大体思っていると思うんです。よねですから <laughs> 診断を 安全診断を、えー、行政の方でしていただければ、えー、持ち主の方もいやそんなに悪いんだったら直さなきいなという,う,うそういうきっかけ作りをしていただければありがたいなと。なるほど あのこれはやっぱ通学路の点検は毎年やっぱり年度明けてからやらして、この前は大津の事故なんかもあったんで、緊急点検ということで、幼稚園とか保育園も含めてやらせていただいて、今ブロック塀のお話ですけれども、それ以外のやっぱポールを立てたり、あの歩道を確保したりとかっていうのは今順次やらせていただいてます。その中で確かにあの今補助もしてます。けれども、その使い勝手の問題はあろうかと思います。でま、全部に対して診断できるかって言うと民有の問題もあり。 予算の問題もありますけれどもそこはやっぱり重点的なものだとかこれはというようなものはですねあの運用が改善できればやっていきたいと思ってますのでちょっとやり方はまた考えさせていただければと思っておりますあの通学路なり道路の安全というのはもう非常にここは毎回毎回ですねあの改善の方向ではやらせていただいてますのではいすみませんあと他に消防観光なんだっけ総合計画商業施設いかがでしょうか。 なるべくまだお話しされて、やっぱりあのうちの地区なんか特に小さいんであの顕著かなと思うんですが、はいえー、消防団の団員が非常に集まりにくくなってます、規定で、まあ、ある人数登録するんですが、うん、結果的にそうすると、あの遠くに勤めてて、普段、ね、あの訓練も出られない、はい、もちろん火災なんかあってもかきつけられないだろうなというような人が登録されたりとか、いうことで困っております。はい あのおっしゃる通りですいませんそやっぱり今消防団自体がサラリーマンかっていうか昔はねもっとやっぱ地元で、まあ、自衛だったりとかほとんど今サラリーマンになっているっていう実態は消防団なり消防からも聞いてますので今それこそあのここに書かれたかその組織の見直しっていうかですね今あのその第一段階として例えば1234とずっとある中で 家事が仮にあったとすれば1分団だけではなくて12が一緒に出動するとかそういうような組織見直しとか出動の形態の見直しをしてますので結果的にはまあそれで何とか人数を確保しようとか将来的にはそれをあのまあ組織を 1人を一緒にするかどうかは別にして例えばポンプ車とあの機材車みたいな最近は消防あの火消しだけじゃなくって災害対応も消防,消防団にも求められてますのでそこであの多機能化をする中で,です、ね、そういった融合を図っていきたいと思っていますしあのなるべく消防に入ってもらえるような今消防団に入ったメリットみたいなです、ね、あのお店がお得になるだとかあのし学生が入ると就職活動でそれが有利になるだとかさまざまそれはあの国と 消防庁と一緒に考えてますので、そこはまたメリットをなるべくですね消防団に入るメリット、そういう AED とかあの救命のやり方がそこで覚えられますよとかですね、そういったものを PR していかないといけないと思っています。あのこれもうちでの小ずしがあるわけではないものですから、なるべく皆さんの地域であのぜひそういったメリットがあるよっていうことも一緒に広めていただければというふうに思っております。すみません。過ぎちゃいました、ね、すみません。えっ、ー、ともし もう一つぐらいこれはっていうのがあればもし話してない方いらっしゃったらよろしければ一旦司会の方にお返ししてあの終わった後でも個別にでもよろしいのであのおっしゃっていただければと思いますけれどもよろしいでしょうかすみままませんちょっと自分の進行もあまりあのうまく なくて全部を全部意見交換というわけにはいきませんでしたけれどもまたそこは個別にですし今回に限らずですのでまたご意見をいただければというふうに思っておりますそれでは司会の方にお返しいたしますありがとうございました、はい、それではありがとうございました、えー、まだまだですね、えー、時間があればの市長と、えー 意見交換をしたいというところがあるかと思いますが、これで意見交換の方を終わらせていただきたいと思います。なお今日いただいた意見とかはですね、またあの市政の方に反映でと言いますか、あの参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日ですね、あの皆さんのところにお分けしてあるバインダーの中にアンケートが入って。 おります。で、そちらのアンケートの方の記入をしていただいたら自由解散というふうにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。アンケートは記入が終わりましたら、後ろの方にあの回収箱がありますので、バインダーとともにお返しいただいて提出いただければと思います。それでは、以上をもちまして本日の小さいタウンミーティングを終了をさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。